天にライジャ、地にダルギスの加護を受け、私が生まれそして育った大地、悠久の風と豊かな恵みを大地に与える。ここは聖地ストゥーリア。恵みを与えられすぎてそんなに太ったの？でもそんなストゥーリアの大地に200年前から異形の者たち、モンスターが現れるようになった。時の魔導士にさえもその存在が私たちのいる世界とは違う場所から来たってことしか分かってない。彼らは何を求めこの大地に君臨したのか。まさかライザも送られてきたの？まあそのモンスターがいるおかげで騎士なんて職業につけたわけだけどね。ライザには転職だと思う。今の私は六等騎士、できるなら最高の名誉である一等騎士になりたい。無理なんじゃない？ちょっと何ごちゃごちゃ言ってんのよ。私何も言ってないよ。あ、自己紹介が遅れたわ。私の名はライザ、等級を上げるためにモンスター退治をしている旅の騎士。そしてどっから見ても怪しいこのへそ出し女は相棒の魔導士アニタ。ひどい！へそ出し女とは何よ。へそ出し女とは、それに私は普通の魔導士じゃなくて偉大なる魔導士バライス様に直接指導を受けているエリートなんですからね。やっぱツッコミ入れてんじゃないのよ、人の話に。騎士を侮辱するとはいい根性してんじゃない？だって一人でシリアスに世界観解説してるんだもん。シリアスで悪かったわね。だっていつも食べることと寝ることしか考えてないじゃない。もう一度言って、よく聞き取れなかったから。で、南の森のモンスター退治にはいつ行ってもらえるのかな？やだおじいちゃんたら。やんだおじいちゃんたら。じゃないわ、とっとと森に行ってこんか。この森ね。ねえライザ、ここにはどれぐらいのモンスターがいるの？ねえ、何か作戦考えてる？ここにいるモンスターを全部倒せば報酬がっぽり。あのじいさんが等級アップの嘆願書も書いてくれるって約束してくれたし。ちょっと人の話を聞きなさいよ。何よアニタ、難しく考えることないって。モンスターを全て倒せば済むことなんだから。ライザは依頼されるたびに失敗ばかりしてるじゃない。そのたびに私はライザの尻拭いをさせられてるんだから。私がいつあんたに尻拭いさせたのよ。昨日よ、この前、1週間前、1ヶ月前にも。聞こえない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 。さあ行くわよ。ちょっと待ってよライザ。あなたが腕につけているのは伝説の秘宝の一つ、バステッドか。誰よあんた。あのねライザ、あんまり関わり合いにならない方が。そりゃそうしたいけど、相手は黙って返してくれそうにないわよ。だったら誠意を尽くして頼むとか。私はね、人に頭を下げるのが嫌いなの。あーもう、こんな子に誰が育てたのかしら。お父さんよ。そういう意味じゃない。でそこの仮面男、あたしらに何の用？もう一度聞く。あなたが腕につけているのはバステッドだな。確かにバステッドだけど、それが？秘宝を手に入れるほどのあなたの腕、見せてもらおう。へえ、騎士に一騎打ちとは上等。相手になるわ。ちょっと！では、参る。どう？お気に召した？さすがはバステッドの勇者だ。バステッドの勇者？勇者だった。ライザが苦しい。
そこまで笑うことないでしょ。この世にあると言われている伝説の秘宝を持つ勇者か。わざわざ来た甲斐があった。来たってどういう意味？すまないが今は話す時間がない。あんたの目的は？それもいずれ。はあ！こいつ変な術を。あの水晶、麻酔晶じゃない。見たことないわ。貴様何すんだ。あ、魔法の光じゃないわ。これは導けラームよ、我に新しき道を指し示せ。何なのよこれ。私にも分かんない、分かんないけど大変みたい。そんなことは分かってるの。ああもうどうなっちゃうの。やっぱりラーゼの受ける仕事はいつもこうなんだから。聞こえない、聞こえない、聞こえない、聞こえない。ああもうまだ騎士の等級も上がってないのに、こんなところで死にたくない。ライザ、ライザ、ねえライザ、起きてったら。ライザ、気がついた。ライザ、私ここは？わかんない。でもストゥリアじゃないことは確かみたいね。ストゥリアじゃない？何言って。何よあれ。ストゥリアよ。ストゥリア？あそこが私たちの大地だって？あたしたちの住んでるところがあんなに丸っこいわけがないじゃない。なんでこんなことになっちゃったのかしら。なんでって、そんなのあの仮面の男の仕業に決まってるじゃない。そうよ、あの男は？そんなのとっくにいなくなってるわよ。ああ、どうしたらいいの。ストゥーリアが空の向こうにあるんじゃもう帰れない。あたしたちはここで野垂れ死んでしまうんだわ。なんて、なんて不幸なの。泣くんじゃないわよ。とにかくここでジタバタしてても始まらないわ。仮面の男を探してストゥーリアへ帰る方法を聞き出さなきゃ。そう簡単に行くの？行かすの。へえ、意外と整った街じゃない。感心しないでライザー、私たちはここでは異邦人なんだから。変な行動だけはしないでね。できるだけ気をつけるわ。できるだけじゃなくて気をつけるの。努力はしてみる。どうして素直に気をつけるって言えないの。だって自信ないんだもん。ああ、偉大なる魔導士バライス様、なんで私だけがこんな目に。あ、やば、不幸だわ、不幸すぎるわ。うわー、泣くんじゃないわよ、余計目立っちゃうじゃないの。いいからね、町に入ろ。アニタの好きなチークの実でできたパイもあるかもしれないじゃない。うん。疲れる。
ゴンブラスト！あいつ、スツーリアで私たちに絡んできた男よ。くそ、一発ぶん殴ってやなきゃ気が済まない。その前に、スツーリアに帰る方法を聞かなきゃ。わかってる、あと追うよ。ありがとうございました。これでアンセムも助かります。で、そのアンセムって人はどこにいるのよ。可愛い子なんでしょ。はい、アンセム。よかったね、アンセム。この剣士様のおかげであなたの病気が治せるのよ。こんなことだろうと思った。行くわよ、アニタ。シク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 。見つけた、あいつよ。ちょっと待って、ライザ、なんだか様子がおかしくない？そんなの関係ない。こともないか。黙ってないと見つかるわよ。ナルグライム帝国の親衛隊が全員お揃いとはな。どういう風の吹き回しだ。町には入らせないんだから。カイン、久しぶりだと言っておこうか。どっかでのたれ死んでると思ったのに。まあいいじゃねえか。これでこいつを殺す楽しみができたんだからよ。できれば聞かせてもらえませんか。あなたが3ヶ月の間姿をくらましていたわけを。お前たちを倒す算段をつけていたのさ。なんだと。よしなよ、ジルグ。面白い冗談だ、カイン。しかしその冗談が聞けるのも今日までだ。貴様はこれから死ぬことになるんだからな。卑怯よ、こんなに大勢で。だったら俺だけでもいいぜ。やるかい。何やってんの、あいつら。仲悪いみたい。まあね、どう見てもあの仮面の男の相手はいい奴らに見えないけど。わかった、きっとこの土地の人たちのコミュニケーションなのよ。んなわけないでしょうが。誰だそこにいるのは。見つかった。こんなところで大声を出すなんてうかつよ、ライザー。己は。ドラゴンブラスト。あんたら、カインたちに加担しようってのかい？カインって？しらばっくれやがって。どこの誰だか知らないけど、やるつもり？待て、ジルグ。あの女の持っている腕輪はバステッドだ。バステッド？なんですか？バカだね。
この世界に8つあると言われている秘宝の一つだよ。しかし、こんな小娘が持っているとはね。驚くとは、こういう時に言うものなのでしょうね。これはラルグライム様に報告する必要があるな。一旦戻るぞ。なんでだよガルシア。バステッドの力を甘く見るな。秘宝と呼ばれるものの力はお前も身をもって分かっているはずだ。帰還する。命拾いしたね、カイン。それはどっちかな。ほざきなよ。どうやら行ったようだな。ふん、やっと見つけたわよ。私たちをこんな変な場所に連れてきてどうしようっての。あの助かったよ、バステッドの勇者たち。やはり私が見込んだだけのことはある。んなことはどうでもいいから、さっさと私たちをストゥーリアに戻してよ。それはできない。ごめんなさい。謝られても仕方ないわよ。説明しなよ、説明を。話せば長くなる。すまんが、私たちの隠れ家まで来てもらえないか。隠れ家だってどうする、ライザー。素性も分かってないような奴の言うことなんて聞けないって。これは失礼した。奴らに顔を知られると大っぴらに行動できなくなるのでね。私はマリスーン王国の騎士団、カイン・ローゼルバーグ。うっそー、美形じゃない、いい男じゃない、足長いじゃない。ライザー、二重じゃない、鼻高いじゃない、髪長いじゃない。ダメだ、行っちゃってる。すまないが、町の酒場にいる男から私の隠れ家の位置を聞いてくれ。詳しい話はそこで。では行こう、ラハニ。ごめんなさい、失礼します。はあ、何よライザったら。帰る方法を聞くんじゃなかったの。だって美形だったんだもん。理由になってない。理由なんていらないのよ、美形の前には。いつもいつも振られちゃうのにまだわかんないの。私って不幸、不幸すぎ。あれライザー、早くしなよ、カインの隠れ家に行くわよ。素早い。いいのかしら。気晴らしよ、気晴らし。よし、サービスだ、脱いでやろうじゃない。ダメよライザー。ダメだ、酔ってる。
ようこそバステッドの勇者。改めて自己紹介しよう。私はマリスーン王国騎士団の一人、カイン・ローゼルバーグ。そして王宮魔導士のラハニ・チェルナント。よろしく、ライザさん、アニタさん。どうして私たちの名前を？ストゥーリアであなたたちのことは調べさせてもらった。なるほどね。まずは謝りたい。あなた方には失礼なことを数多くしてしまった。いいわよ、もう忘れたから。すまない、恩に切る。あの、できれば私たちをストゥーリアへ。ごめんなさい、アニタさんたちには関係ないことなんですけど、どうしてもお力を貸していただきたくて。力を貸す？詳しい話よろしいか？いいわよ。ちょっとライザー。いいの。もうライザさん、このマリスーンの現状は。聞いたわ、町の人たちから。ラルグライムという男が旧体制の王国から秘宝を盗み出し、その力で帝国を築いてるんでしょ？はい、ラルグライムが盗み出した秘宝は私たちが仕えていたマリスーン王国に代々伝わるものなんです。もう30年以上。その直後だ。ラルグライムは秘宝の力でマリスーンを空へ飛ばした。おそらく秘宝の力を誇示するため。そしてコスワス様が隠したもう一つの秘宝、復元のシーナを探すために。ラルグライムの目的は、その復元のシーナを見つけてどうしようっていうの？それは私にもわからない。それどころか、先ほど現れたラルグライムの親衛隊にもそのことは知らされてないようだ。ただこれだけは言える。コスワース様が隠した秘宝がラルグライムの手に落ちなければ、奴の野望は達成されないと。でもラルグライム帝国は日に日に力をつけてきています。唯一自治権があるのはこのマリスーンの町だけになってしまいました。この町もいつまでこうしていられるか。復元のシーナを見つけ守る。しかし我々は無力だ。だから我々は大いなる大地ストゥーリアに救いを求めた。そうよ、あなたはどうやってストゥーリアに来たの？あなたたちと出会った時、私が持っていたものを覚えているか？あの水晶球はコスワース様が秘宝の研究中に作られた変換のラームのレプリカだ。これを使ってストゥーリアへ向かった。そして伝説の秘宝バステッドを持つライザさん、あなたを探し出した。すでに二人は運命でつながってたのね。違うって。でもそんな便利なものがあるなら、それで帝国と戦えばよかったんじゃ。いや、所詮は偽物。あなたたちを運んだ力でレプリカの能力は失われてしまった。ですからお願いします、どうか秘宝バステッドの力でこの世界に平和を。まあ、私たちにできることなら協力するから。本当ですか？ありがとう、ライザさん、アニタさん。ちょっとライザ、本当に協力するの？当たり前じゃない。カインと
一緒に帝国をやっつけるでしょ。そうするとマリスン王国を復興させなくちゃいけないからカインが王様になるでしょ。戦いの中で恋に落ちた二人は結婚、私は女王、玉の輿ってわけ。何が玉の輿なんだか、よくもそこまで無謀な計画が立てられるわね。完璧な計画じゃない。第一バステッドにしたって1年前偶然手に入れただけで使い方もよく分かってないじゃない。そんなの役に立たないわよ。それにカインさんにはラハニがいるじゃないの。あんな小娘カインが相手にするわけないって。もうどうなっても知らないから。どうかしましたか。なんでもないの、どっちのこと。これから行くマリスン城ってラルグライムの秘宝で変換されて無になったんじゃなかった。はい、でも消失したのは城の3分の2だけなんです。残りの建物と城の地下はまだ残ってると思います。じゃあ地下に誰かいるかもしれないのね。いいえ、マリスン城の消失後生き残った人は帝国軍の攻撃で殺されてしまいました。残ったのは私だけなんです。お父様も、もう…ライザのバカ、少しはラハニの気持ちも考えなさいよ。あ、ごめん、ラハニ。いいえ、いいんです、ライザさん。アニタさんもお心遣いは無用です。それに、ラルグライム帝国に秘宝を奪われないことが、亡くなったお父様にしてあげられる、たった一つのことだと思ってますから。うん、そうよね。頑張ろう。はい。私を拾ってくれたどころか、自分の後継者として魔導士の勉強までさせてくれて、あんなに優しかったお父様が
ラハニ、こんなことを聞くのはいけないかもしれないけど、城が襲われた時、あなたはどうしてたの？はい、お父様と一緒にいたことは覚えています。ですけど、それからどうなったのかわからなくて。わからないって、覚えてないの？すみません、その時の記憶だけが消えたように抜け落ちてるんです。まさか、記憶喪失？そうかもしれません。カインもそう言ってました。とにかく、こんな悲しい場所からは離れましょう。秘宝の手がかりもないみたいだし。汚れも落とせるしね。敵がいるかもしれない場所でこんなことしててもいいんでしょうか？いいのよいいの、ラハニだって入ってるじゃない。でも早めに出ておいた方がいいかもね。なんでよ？なんか視線を感じるのよね。ラルグライム様の命令で秘宝を探しに来たが、こんなところでお前たちと会うとはな。俺は運がいいぜ。ちょっと太ってるけど、改めて見るといい筋肉してる。感心してる場合じゃないわよ、アニタ。相手は敵、敵なのよ。うん、分かってるわよ。でも、あの筋肉にほずりしてみたい。はあ、ライザさん、アニタさんってどういう方なんですか？真顔で聞かないでちょうだい。そういや、キミニが言ってたっけな、お前が持ってるのは伝説の八つの秘宝の一つ、バステッドだって。それをラルグライム様に持っていけば、俺は親衛隊で好き勝手できるって。二人とも気をつけてください。ラルグライムの親衛隊は変換のラウンの力で人体を変換され、人知を超えた能力を使うことができるんです。気をつけろったって、この状況じゃ戦うしかないじゃない。分かってるじゃねえか。ワクワクするよな、戦いってのはさ。そうね、特にあんたのような豚を相手にするときほどね。一つだけ教えてやろう、強いぜ。私は無敵よ。ハリケーン、ゴールドダンサー。やるじゃねえか。親衛隊ってのも大したことないんじゃない？減らず口はこれを受けてからだ。すごい。ラルグライム様より授かった俺の能力、ライムストーンで貴様らをまとめて八つ裂きにしてくれる。これはちょっとヤバいかも。ライザ、こんな場所じゃ逃げられないわ。いやー、ライムストーン、どうなってんだ。力が消えた。
なぜだ。力が出ないって。この何がライブストーンだ。脅かすんじゃないわよ。おお、くそ、なぜだ、なぜ。はっ、そういうのは死んでから考えな。ハリケーン、ドーのダンサー。ハリ、おお、くそ、なぜ力が、俺の力が、ラルグ、ライム様。すごい、さすがバステットの勇者ですね。偶然よ、単なる偶然。そこまではっきり言わなくたっていいでしょ。でも、ラルグライム帝国がこの場所で秘宝を探してたとすると、ここに秘宝はないと考えた方がいいですね。そうね、あの様子だとまだ見つけてないみたいだし。でもおかしいわ、なんであの男の能力が突然なくなったのかしら。この場所に関係がある。違うわね、何かのフィールドが働いてあの男の能力が中和されたとか。仕方ないわね、カインのところに戻りましょう。ね、アニタ。ええ、そうですね。ガルシア、報告します。マリスーン城跡で秘宝を探していたジルグが倒されました。ジルグが本当なのか、ミリアム。私のアストラルボディが確認しました。間違いありません。誰にやられたんだい。あのバステットを持つ娘たち、ライザとアニタと言っておりました。あのジルグが倒されるとはな。バステットの秘宝の力はそれほど強いということか。そうなりますね。面白いじゃないか。私がジルグの仇を取って、ついでにバステットもいただいてきてやるよ。キミニーには申し訳ありませんが、すでに私の部下がマリスーンの町で行動しています。ずいぶん勝手じゃないか。え、ミリアム。ラルグライム様の許可は得ています。あとはこのミリアムにお任せください。ラルグライム様の。そうか、わかった。では。なんだよあの態度は。気に入らないね。そう言うな、君に。あいつはラルグライム様の返還の際に全ての感情を失ったんだ。それに氷の瞳を持つミリアムの実力はジルグよりも上だ。お手並み拝見かい。そういうことだ。この城に残っていた王女のゴーストなのね。はい、城が敵軍の支配下にありここに留まっていましたが、もう思い残すことはありません。あなたに勇気と神のご加護。ゴーストになっても城を守っていたのね。王女様、その無念きっと晴らせてみせます。負けられないね。ええ。
リスーンの町が、まさか帝国軍が。そんな、今まで攻撃らしい攻撃を受けたことなかったんでしょ。はい、マリスーンの町はラルグライム帝国にとっても重要な生産施設でしたから。帝国が攻撃してもいいと考えた、そういう状況になったってこと。ああ、もうそんなことはどうでもいいのよ。カインの無事を確かめないと。そうね、隠れ家に行ってみましょう。カイン大丈夫よ。ラハニ、あの人ならきっと無事だって。そうですよね。ちょっと大丈夫？ひどい傷だよ。ラルグライムの親衛隊、ミリアムの軍が突然町を襲ってきた。やっぱり奴らが。今まで帝国に襲われたことがなかったので、町の人々はみんな油断していた。あの状況で私一人では、すまない。カイン、あんただけのせいじゃないよ。しかし、町の人の多くが…それでも、あんたのせいじゃない。カイン、こんなところで落ち込んでられないよ。それに怪我も治さないと。そうだな。カイン、カイン、カイン、大変だぜ。まだ町に帝国の兵士が残ってる。何？数はそれほどいないが、民家や商店なんかを荒らし回ってる。多分秘宝を探してるんだと思う。行くわよ、ライザ。これ以上被害を出すわけにはいかないわ。わかったわよ。来るのが早すぎる。